吉村咲です。今回の古代のミステリーはアラビアンナイトの伝説です。子供の時楽しみでしたね。あのシェラザートというお姫様がハルン・ラシッドという王様によって殺されるかもしれないってんで、毎日毎晩楽しい話をし続けて、でなんと千夜と一夜になってしまったというわけですね。まあ本当かどうか、この物語を読んでですね、皆さんどんなに胸をときめかしたでしょうか。私もですね、大好きでした。しかし今から33年前にエジプトに初めて行った時に、なんとですね、20世紀にエジプトにもまだアラビアンナイトの世界が残っていたんですね。いろんな街を歩きながら、あ、これはもしかするとアラシンが来たのかなとかですね、ここのところにシンドバッドがいたのかななんていう、大変楽しみな世界でした。今日は皆さんもきっと楽しめます。その物語は1000年以上も前にアラビアで生まれ、今も語り継がれている。ある偉大なる王が妻の不貞を知り怒った。それ以来王は毎日新しい妻をめとり、初夜を過ごし、翌朝にはその妻を処刑した。しかし王国の民を怯えさせたその行為は、一人の若い女性の出現で変わることになる。女の名はシャハラザード。彼女の語り部としての類まれなる才能に残虐な王は変わっていく。彼女が話す物語は千一夜、王を魅了し続ける。そしてこの千一夜の物語は長い間西欧諸国で語り継がれることとなった。アラジン、アリババ、船乗りシンドバッドといった愛すべき主人公たちが、魔人や怪物のような強烈な脇役たちと共に登場するのである。これらの物語は実話に基づいているのだろうか。魔法の絨毯や魔法のランプはシャハラザードの豊かな想像力の産物か、それとも現実に基づいて描かれたのか。大体シャハラザードという女性は実在したのだろうか。遥か遠く謎に包まれた時代への旅が始まる。アラビアンナイトの世界だ。第一章、千と一つの夜。アラビア、その土地はヨーロッパ、アジア、アフリカにまたがっているが、その周りは砂漠で囲まれている。18世紀、このエキゾチックな地域はある本の出現で西欧に知られることとなる。千一夜物語、またはアラビアンナイトと言われるこの本は1704年パリで出版された。アラビア語を原点としたこの翻訳本は当時のベストセラーとなった。そしてすぐに聖書とさえ張り合うほどの人気となったのである。
物語は1000年前中東世界で生まれた。時は裕福で権力のある君主の時代。王は壮大な宮殿に女たちをはべらせていた。そしてアラビアの文化が辺り一帯を支配した。アラビア文学専門のレイノルズ教授は次のように語る。この頃というのは驚くほど知的な時代でした。科学をはじめ数学、天文学、医学、工学といったあらゆる分野が急速に発展していった時代だったのです。もちろん文化水準も非常に高く、多くの書物が生まれました。アラビアンナイトの物語は伝説の王が妻の不貞に怒り処刑するところから始まる。王はその先迎える新しい妻の裏切りを恐れた。そこで毎日嫁をめとっては初夜を過ごし、翌朝には打ち首にしたのである。このくだりについて作家のケビン・マーフィー氏は語る。ヘンリー8世に似ています。ヘンリー8世は8人の妻に大勢の愛人を持ったイングランドの王でした。現代にも通じるものがあります。何年もの間結婚と処刑が繰り返され、この王国には未婚女性がほとんどいなくなってしまった。そしてこの国の大臣はとうとう妃にさせる女性を見つけられなくなってしまう。すべて王に処刑されてしまったからだ。ただしたった一人を除いては。その一人とは大臣の愛娘。美しいこの娘は名をシャハラザードといった。大臣に選択の余地はなかった。彼は仕方なく王に自分の娘を差し出した。そして王は喜んで大臣の娘を妻にしたのである。ここでアラビアンナイトは予期せぬ展開で読者を驚かせる。物語はシャハラザードが自分の命を守るべくある計画を企んでいることを明かすのである。シャハラザードは熱い初夜を過ごした後、王に物語を聞かせたいと申し出る。王はちょっとした気晴らしになると思い承諾する。そこで彼女はワクワクするような冒険活劇を語り始めるのだ。夜が明けるまで王はシャハラザードの話に聞き入る。彼女は類まれなる語り部だったのだ。しかし夜明けとともに彼女の命も終わろうとしていた。王の命令によって処刑されるのだ。ところがここで事態は一変する。シャハラザードは死刑を免れたのだ。シャハラザードが王の元を去る時間になっても、まだ物語は途中だったため、王は処刑を一日延期したのである。しかし次の夜は物語を終わらせなければならない。
その夜、シャハラザードは物語を終えた。しかし、彼女はその中の登場人物を使ってすぐ次の話を始めたのである。すると驚いたことに、王はまた一日彼女の処刑を延期した。前の話を膨らませて次の話に移るという賢いこの方法は千一夜続けられることになる。そして王は妻を死刑にする法律を廃止した。シャハラザードは自らの命を守った上、国中の民を恐怖から救ったのである。アンドーバーニュートン神学校のフォンテイン教授はシャハラザードについて語る。残忍で女性に不信感を抱いている男性を一人の女性が癒すというのが面白い点です。シャハラザードの存在は社会の舞台裏で密かに力をつけ、自分たちの身の安全を確保してきた女性たちを賛辞したものと言えるでしょう。シャハラザードの語った物語は西欧諸国に紹介された。そしてその多くは現在でも人々に親しまれている。アラビアンナイトの物語はインド、エジプト、中国、ペルシャ、アフリカと舞台も様々、並外れた能力を持つ主人公が登場する。そして伝説上の動物や怪物、魔物と戦い、その勇気ある行動がクライマックスとなる。その話の多くは道徳を教え、人々に希望を与えた。もともとこの物語はアラビア社会でプロの語り部によって市場などで話されていたようである。レイノルズ教授は語る。中世のイスラム諸国の人々も我々と同じく、自分たちの生活とは違う面白くてエキゾチックな話を聞きたかったのです。そしてその主人公が自分の身近にいるような人物ならなおさら、人はその物語に入り込み、日頃の退屈な生活から解放されることができ楽しめたのです。